放送席、放送席、そしてバファローズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはもちろんこの人、見事なグランドスラムセレーヌ選手です。ナイスバッティングでした。ありがとう。2試合連続のお立ち台ですが、今日の気分はいかがでしょうか。I feel amazing. I feel amazing to help the team win every day and happy to be the hero today. もちろん最高です。今日もまたチームの助けになることができて、ここに立つことができて、続けていきたいと思います。3回のあの場面ですけれども、ツーアウト満塁、4番として打席に向かいました。どんな気持ちで打席入ったんでしょうか。I was trying to go for a good pitch and hopefully he threw me the pitch that I was looking for and I can make a good swing and make a good contact and hit the homer。ピッチャーが何とか失投してくれないかなと願いながら打席に立ってたんですけども、ちょうどいいところに球が来てくれて、しっかりと打ち返すことができました。打球は入った瞬間、ご自身大きな声を上げました。どんなお気持ちでした。You shouting? Like when I hit the homer? Yeah. I don't know. It's about energy, so much energy, and I just trying to enjoy the game 100% and do my best. とても興奮して叫んでしまいました。常に100% で挑んでいるので、その結果だと思います。そしてベンチに戻ってきたらパフォーマンスもまた見せてくれました。もう一度ここでやっていただくことは可能でしょうか。もう場内の皆さんからはレオコールです。レオという愛称もだいぶ皆さん浸透してきました。このあたりはいかがでしょうか。No, I love it. I love it. My family usually call me like that, and the fans they give me all that love. I'm so happy for that. 家に帰っても、みんなレオと呼んでくれますし、家族もみんな自分のことレオと呼んでくれますので、今こうやって皆さんファンの皆さんが呼んでくれることでも本当に嬉しいです。ありがとうございます。今日もレオコールがこだましていますが。今日もたくさんのお客さんが入りました京セラドーム。これで40試合目、球団最速で100万人突破ということになりました。お客さんの歓声はレオさんいかがでしょうか。Thank you for coming. Thank you for supporting the team. We are doing the best every single day. And thank you for help us to win. And thank you for coming.また今日も球場に駆けつけてくださいましてありがとうございました。僕たちも毎日一生懸命、やってますので、また球場に、来ていただいて応援よろしくお願いします。さあ、2位ロッテとの直接対決に今日は勝って3連勝。明日明後日もロッテとの対戦が続きます。最後にファンに力強い一言をお願いいたします。I mean, like, Chiba is a good team, but it's a 27-out game. You gotta play hard 100%, and hopefully we stay in the first place whole year long. Chiba, Lotte, すごく強いチームで、また明日も27アウト、終わるまでしっかりと戦っていきたいと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。明日も大きな一発期待しています。セデーニョ選手でした。さあ、それでは。
今シーズン第3号は見事な満塁ホームランでした。レアンドロ・セデーニョ選手のインタビューでした。まあ、レオというね、ふうに呼んでくださいということで、レアンドロですかね、レオというニックネームになってますが、あのパフォーマンスはどういうパフォーマンスですかね。なんですかね、ちょっと知りたいですよね。これからね、おそらく紐解かれると思いますけど、可愛らしいパフォーマンスでしたね。明るくて反響がいいんですね。そうでしょうね。まあ、本当にこうオリックスの人気者になっていきそうな雰囲気持ってますよね。こう愛されキャラといいますかね。